メディアスクラム。メディアスクラムとは、立法議会や会合といった出来事の外で直ちに開かれることが多い即席の記者会見である。メディアスクラムは、カナダの政治において、中心的な役割を果たしおり、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドでも見られる。語源は、ラグビーの試合開始の形式の一つであるスクラムである。公人の注意を引くため周りに記者が群がる様が、 スクラムにおいて、選手がボールを争い密集する様子に似ている。日本において、メディアスクラムは、放送局、全国紙、スポーツ新聞、週刊紙などの全国にわたって、情報を配信することが可能なメディアによる、報道関係者が、大人数で、取材対象者、対象地に押しかけて、必要につきまとい、必要以上の報道合戦を繰り広げることの意味で、用いられる。 集団的加熱取材などとも表現される。様々な事件、スキャンダルにおいて、在京局、全国市を中心としたマスコミは取材活動を行い、その取材結果を報道している。だが、視聴率、発行部数の大幅な向上につながる、社会的関心の高い出来事では、現場取材を指揮する、ディレクター職や現場で動く末端のスタッフにとっては、自身への高評価を目当てにした、 在活動となることが珍しくない。また、事件、事故、スキャンダルの取材対象となる現場では、時として、膨大な人数の報道関係者で溢れかえる。こと日本では、日本国内におけるテレビ番組制作のシステムに、おい、在京キー局を中心としたテレビ番組単位で、取材班が存在しているため、同じ系列局の異なる番組取材班が、 同じ人物に繰り返し同一の内容を取材していることもある。取材班は次局の人間もいれば番組制作会社の人間、さらには外部委託の出来高契約で動いている人間もいて同じ取材班でも日によって人間が入れ替わり立ち替わりの上に同一の社局であっても視聴率などをめぐって番組間でライバル意識を持たされることも多く。 外して番組を超えたスタッフの情報の伝達と共有はほとんどなされていない。それらの他に、ラジオ、新聞、週刊誌などの取材人、さらには一発屋などと呼ばれる新聞社、出版社に写真を売り込んで生計を立てるフリーランスのカメラマンまでもがそれに加わり、センセーショナルなスクープをつかむべく行動しており、いわばマスメディア全体がパパラッチのような様相を呈している。 これは、日本の場合、大抵の場合は、記者クラブ経由での報道が多く、しかも、大手テレビ局及び新聞などごく一部に限られていることから、いわゆるスクープや話題性に欠けること、そして速報性、番組制作の時間的余裕などの観点により、取材の成果は即座に求められるという日本特有の傾向があり、これにより、 成果を確実につかむためには手段を選ばないと異風潮が存在する。さらに、アメリカでは大学及び大学院におけるジャーナリズム教育が盛んであり、この過程で報道倫理教育が行われるし、取材に対する苦情を申し立てる機関も存在しいるが、日本の報道機関では、新卒一括採用を行い社内で OJT を行うことが基本であり、ジャーナリズム教育を行う大学は、 早稲田大学大学院の J スクールをはじめとして、極めて少数である。これにより、監修による取材を身につけることになり、報道倫理の教育機会もないがゆえに、メディアスクラムや、いわゆるマスコミ不祥事が多発する要因ともなっている。この風潮から2000年代頃から、ネット掲示板などにおいて、皮肉の意味を込め、マスゴミ、マスコミ、ゴミの合成語または、マズゴミ、マジー。 ゴミの合成ごとい別称が付けられているゆえんでもある。このような業界体質のために、事件、事故、スキャンダルなどの報道に際して、各キー局の番組間で報道が競合し、他社、他局は元より同じ社局の他番組のスタッフすらをも、出し抜くスープを掴むべく取材活動が異常に、ヒートアップしていくことは珍しいものではなく、往々にして、各番組、各メディアの取材陣、 カメラマンが相互に競い合い、取材現場の雰囲気が歯止めの効かない暴走状態に陥り、報道内容も戦場主義に根ざしたものになり果ててゆくことがある。この場合、マスコミは報道の自由という大義名分のもとに、被害者、容疑者、当事者およびその関係者、あるいは近隣住民に報道陣を殺到させ、取材対象のプライバシーまでをも侵害したり、 社会生活を妨げたり、あるいは本来ならば保護されるべき、特定の個人情報にもつながる、データ、情報について、公共の利益の名のもとに、興味本位に社会に暴露してしまう場合がある。これらによって、取材対象に、深刻な身体的、精神的、経済的な悪影響を引き起こす場合もある。同志社大学教授の浅野健一は、 メディアスクラムとは本来はジャーナリズムが団結して権力を追求する良い意味のもので、集団的加熱取材のことはメディアフレンジーと呼ぶのが正しいとしているが、こと日本で実際に現在使われている用法として、見る限りではこの二つの言葉に違いは事実上存在していない。科学的、客観的な情報を軽視する一方で断片的な警察情報や取材結果などを根拠に、 マスコミが独自に描いた疑惑の構図の中でメディアスクラムの発生とさらなる加熱取材によって特の取材対象に対するメディアリンチの様相を呈することがある。その結果として取材対象やその家族の日常生活、人間関係、経済環境、名誉、場合によってはその家庭すらをも徹底的に破壊し尽くして取材対象とした人物を一個の人間としても 再起不能の状態に追い込む、いわゆる社会的抹殺という状況に追い込んでいく体を引き起こすことがある。メディアスクラムはメディアパニッシュメント、犯人史報道、報道断罪の問題とも密接に結びついており、一万一にもマスコミが本格捜査前から犯人と決めつけて扱い事実上の社会抹殺の状況に追い込んだ人物が警察の本格捜査で真相が 明らかになってみれば、無関係であったり、さらには、被害者であったことが明らかとなった場合には、いくら謝罪の意を示そうと収集がつかないことになる。だが、マスコミが犯人扱いしたことでその人物から奪った名誉、生活基盤、社会的地位、職位、収入などを、マスコミ関係者が責任を取って回復させることは、期待できず、メディアスクラムによる、 報道被害を被った人物はその後の生涯に、わたって、誤解、偏見、社会的阻害、経済的困窮などに苦し続けられ、社会人としての再起は愚か、もはや人間としての尊厳すら取り戻せないこともある。さらには、マスコミ報道が加熱した結果として、直接の事件、スキャンダルの当事者のみならず、その周囲の人物の心身をも追い詰め著しく、疲弊させ、 精神疾患、アルコール使用障害、一過離散、自殺などにの結果に至らせることもある。また、目前で起こされた事件に、大きな精神的ショックを受けている児童たちにマイクを、次々と、とっきけて、強引に感想や泣き顔を引き出そうとするなど、刺激的な映像が欲しいために、被害者や目撃者の心理を無視したり、心的外傷を、わざわざ刺激するような非常識な取材を行った。 事例も付属伝承事件をはじめまい巨に、糸間がない。同様に、マスコミ報道で何度も紹介された結果、事件現場や、容疑者、被害者の自宅がある、種の時事ネタ的な観光地と化してしまい、週末に、ジウ馬が押し寄せたり、何台もの観光バスが、現場近くの路地までわざわざ入り込んできたり、悪質ないたずらや器物損壊、放火などの、さらなる犯罪行為を招くこともある。 このようなマスコミの取材姿勢や、それによる悪影響が、事件の捜査や後の審理にも悪影響を及ぼしかねないものとなることもあり、実際に、被告の自宅が一時的に観光地化した挙句に、放火さるなどの事態が発生した和歌山、毒物カレー事件の和歌山地裁での裁判では、判決に際して裁判長が、マスコミに対して厳しい苦言を呈している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。